はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では信長の野望大使続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、道山亡き後の美濃攻略のために今川と和睦講和を結んで美濃侵攻を本格させました。で、その際にはですね、美濃の西にあたる近江浅井と同盟、これは史実通りお市様を腰入れさせることによる婚姻同盟をもって、西側も固めたというところになります。なので今回はですね、その続きになるんですが、美濃攻略の続きになります。まずは郡上八幡、ここを落として、稲葉山大垣ということで美濃を席巻していきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。で、鳴海城にいる部隊もね、ここに武将を配置するのを忘れていたんで出陣できていないんで、これもね、この後のターンで武将を入れていきたいと思います。まあ、郡上八幡はね、落とせると思いますんで。おっと、長野工藤家に対して宣戦を布告したのか。今川か、さすがだな。ここは参戦は拒否しましょう。取り囲め。さあ、ここは誰をどう叩くかなんですが、敵の数は5000、味方が9000で圧倒的有利に当たっているものの、しっかり確実に勝つために切り込み隊を組織して敵の本陣を叩きましょう。で、切り込み隊を誰にするかですね。そうなると今だと切り込み隊は秀吉か。秀吉切り込ませる、秀吉切り込ませるぐらいだったらどうだ。他に適任者がいるかって話だけど、いないね。秀吉に任せよう。まあ、勝家でもいいんですけどね。騎馬隊がいれば騎馬隊が一番いいんだが、いないんで。しかも敵の大将は142の兵しか従えていない。いやー、かなりすり減ってるね。まあ今斉藤は今川にも攻められて、まあ、ご覧の通り信長にもガリガリ削られてるんで、それはね、兵の数足りないですよね。ここは完全にこちらのペースなんで、郡上八幡と一気に取りに行きましょう。この山あいの感じは今までにないですよね。今までの信長の野望だとこういう感じってあまり再現が、ここまで起伏が多く再現はされてなかったかなと思うんですけど。いつよ始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。命を始めよう。ゲチよ始めよう。ゲチよ始めるぞ。まあ、こういうところだと行軍の速度がね、ちょっとまちまちになるんで、歩調を合わせるっていうか行軍の速度を合わせるのがちょっと難しいかなっていうのはありますね。よし、敵の本陣を見つけたな。始めるぞ。容赦せぬぞ。あとはこれに続いてくれれば勝負が決まるんだけどね。味方の損害はできるだけ少なくしたいんで、この後の稲葉山城攻めも待ってますからね。一刻も早く美濃をある程度こちらが抑えないと、今川も進出してきてるんで、今川との完全に国取り合戦になってくると、今川の方が兵数が多い分不利になりますからね。で、利光がここできっちり守りに入るね。ただ秀吉がきっちり追い散らしてくれれば、勝家奇襲取られること多いよな。まあ僕の操作の問題なんですけど、完全にそれに関して言うと。始めよ。ゲチよ始めるぞ。ゲチよ始めるぞ。ご命令始めます。
命は惜しまぬ。それが我が戦よ。よし、敵の大将を絶対に追い込んだんで、ほぼノーダメージに近い形で郡上八幡の戦いを勝利することができましたね。勝ち奪う、それが信長の戦よ。すまねえな。あとは兵糧が持つかどうかぐらいかな、心配は。兵糧さえ持ってくれれば。兵糧の減りが激しい激しい。いやー、北条も武田もバリ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 、進めてますね、領土拡大を。ここはちょっと米を買っておきましょうか。兵糧を使ってね、うん、お金を使って。報告します。先月の収支です。米がさすがになさすぎるんで。ご命令よ。では先に、まず配属をね忘れないうちにやっておきましょう。鳴海城に人を入れないと話にならないので、鳴海城に武将を入れましょう。で、誰入れるかなんだけど、まあ貞勝とか入れとくよ。宿老中の宿老、それにいい直盛、これはね鳴海城の戦いで勝利した時に捕虜にした人材ですね。で、農業を忘れないうちにやりましょうというところで言うと、まずはキオスだな。キオスの費用度は高いね。火巻きが必要なところがあるかって話だけど、ここやる？鳴海城。かしこまりました。で、あと労力がどんくらいあるんだっけ？なしか。よし、じゃあこれでいいだろう。で、米を買っておきたいんで、兵糧を820しか買えないのか。金2460だと金もないし厳しいね本当に。なんとか郡上八幡落としきりたいね。となると力攻めにする。よし、郡上八幡取ったね。俺の天下よ。今川はただ、伊勢に侵攻してるか。やるな。速攻で騎乗しよう。戻るぞ。待って。郡上八幡に攻め込んでくんの。やめてよね。解散しなきゃよかったな。しょうがないね、解散しちゃったもの。追撃しよう。兵糧がなくなるのは分かっている。ただそれでも行かねばならん。城が取り囲まれました。お、奇妙丸が生まれましたね。報告します。先月の収支です。
で表情か。ここは利家信長常置コロクがいるんで期待できそうだと思ったけど、いまいちだな。いやでも常置いいこと言うね。で信長もそこそこでしょ。となるとコロクにするか利家にするか、まあコロクだな。これで表情で、おお柳田いいね。ちょっと冴えない風貌してますけどね。美関係安藤臼、美関係はちょっと無理、120も必要なのか。確かにこれは無理だな。あとは表情活性1はやった。これちょっと角度的によく分かんないけどやってあるね。そうすると今すぐできるのって肥料増産ぐらいか。やっとこう米がなくていつも悩まされてますからね。精鋭農兵できない、軍事が足りないか。55か。農業もちょっと足りないね。次精鋭農兵入れましょう。で奥村助右衛門と実松ですね。これはじゃあ雇いましょう。片付けない。な、敵に城を奪われるのかよ。ここで奪われる。いやバカやったな本当に。しょうがない、一回騎乗しよう。米がないんでね、やってくれるな。取り返しましょうね次確実に。そしたらちょっとスピードを上げます。米がなさすぎてね。進出は老行動数が1しかないからできないね。そうすると米もお金もないから何もできないっていうね。ちょっと9月が来るまで耐えましょうか。いや全ては今川に5000の兵糧を渡したのが発端だな。で今川に取り囲まれるっていうね、全然嬉しくない状況だな。で何こっちにそんなことを仕掛けてくる。なあまたまたピンチだねここで。で何末盛城に来るの。強力だな末盛城攻略部隊は。そしたら行軍で末盛城に決戦兵力集めておきましょう。米がないからね今何はともあれ。まだ春でしょ、二期作なんて当然ないんで。報告します、先月の収支です。ご命令よ。まずは何はともあれ米をまいておきましょう。待て。で
ダメ元で再び交渉は送っときましょうね。こうは。かしこまりました。さあ、兵庫楼が残ってないんで、多少というかかなり、へばってはいるけど、ぜひぜひわしにお任せを。動きはというと、まあ、おとりを使うか、いつものように。すんげえ潤沢に兵庫楼あるもんな、あいつらは。ゲチオ、覚悟は良いか。ご命令始めます。ゲチオ、ただここでね、覚悟せよ。ゲチオ、破っておけば講和の条件が有利なものが引き出せるかもしれない。行け、行くぞ。さあ、敵の動きは読めないけど、元康がどういう動きをしてくるかだな。士気は低いものの数の上では圧倒してるんで、まあ、うまく兵を動かせれば十分に勝機はあると思うんですよね。ご命令を。敵の居場所が知れましたな。見つけたぞ。始めるぞ。本陣突撃を使ってきたな、敵は。攻め立てよ。策のある者がいるようです。我が策、ご覧くだされ。参るぞ。始めよ。策がございます。この一撃全てをかける。覚悟は良いか。ゲチオ、ご命令を。始めよ。我が刃、望むは貴様か。やりたい、前へ。攻め立てよ。策のある者がいるようです。この策で勝利をつかむ。策がございます。とっておき、食らわせてくれるわ。ご命令を。敵の居場所が知れました。さあ、あとは確実に敵兵を削っていかなきゃいけないね。全ては我が掌中です。我が覚悟、お見せしよう。やりたい、前へ。策のある者がいるようです。策がございます。こちらが一枚上手のようですね。ゲチオ、名を。覚悟せよ。ゲチオ、我が命に従え。その首、郡上自慢から兵引くのが早すぎたのがもったいなかったな、本当に。足軽隊、前へ。放て。策のある者がいるようです。参るぞ。ゲチオ、お覚悟願おう。行け、ご命令を。始めるぞ。策がございます。策がございます。ゲチオ、始めよ。ゲチオ、この戦これで終わらせる。敵を制すは我が軍略よ。敵の居場所が知れましたな。この戦これで終わらせる。矢を放て。く、我らが敗れると。名を。ゲチオ、始めます。始めよ。ゲチオ、始めるぞ。名を。覚悟せよ。ご命令を。始めるぞ。この策で敵を欺か。敵の居場所が知れましたな。さあ、これで元康を囲んだんで、元康を敗走させることができれば、
戦局が一気に変わってくれるんじゃないか。鬼柴田使って突撃して、ゲチを始めよう。我が手でこの乱世を終わらせる。よし、勝利しましたね。いや、郡上八幡の失策がもったいなかったな。シレフシ従え。速攻で騎乗させましょう。かたじけない。戻るぞ。やろう、金ぐらいいくらでもやる。報告いたします。で、表情ね。いや、金もむしり取られて屈辱的だな、本当に。そしたら農業と軍事を中心に上げていきたいんで、今回は再興させよう。貴様らの考え申してみよ。まともなやつがいないな。気に入った。まあしょうがないね。本当はね、この精鋭農兵をやりたかったんですけど、ちょっと農業が足りないですね、今回は。じゃあ高速行軍を入れる。55使うけど、他はね、そもそもお金も米もないんで、何も打つ手はないんで、これでいいでしょう。9月まで待ってろ、郡上八幡を一気に落とそう。さっきと同じ間違いはしないぞ。報告いたします。先月の収支でございます。投資もできないしね、郡上八幡だな。やっぱ郡上八幡。さあ、夏になって米が入ってきたら、一気勃発。いやー、やめてよね、一気とかさ。先月の収支でございます。そしたら歩兵しておこう。キオスで農民兵を、いや、足軽を増やそう。かしこまった。なんか月がないね、今回は。これより表情を。おっと、ちょっとここですいませんね、バッテリーの残量がなくなってきたというのは、コントローラーの話なんで、コントローラーの充電を少しさせてください。ちょっとだけお待ちくださいね。で、まあ、表情なんで、表情でやることはね、まあ、いつもと決まっているというか、同じことをやっていくんですけど、まあ、さっきできなかった精鋭農兵を少し入れておきたいな、というふうには思ってます。で、今充電を開始しましたんで、すいません。まあさすがに定勝はいいこと言うね。で、軍事の富田、実松、こっちはろくなこと言ってないから最高だな。定勝は相変わらずちゃんとしてるよね。ねえ、小六もまともなこと言ってきた。あとは農業で定松だな。これで表情で木村が、大村が、洪水被害低下ね。まあさっき台風で洪水低下してますからね。で、幌州結成。幌州結成はちなみに170も必要なの。
性能兵つけたいけど無理だな。しょうがない。じゃあ今回は米使うとな、次性能兵が使えないんで、今回はターンをちょっと見送りますか。それか論議を進めて表情活性を入れておくか。まあこれくらいかな。まあね、美の攻略を本格化させるどころか郡上八幡を失うという失態を見せてしまいましたからね。使いの者が来たようです。こうは金銭銭はないだろう。だいぶ下に見られてる。報告いたします。先月の収支でございます。そしたらまた足軽を雇っていこう。まあ来たるべき決戦もありますからね。なんといっても今川との決戦も控えてるんで、金があるときにバリバリ。で今回は台風があったり一揆があったりで米の収穫がちょっと少ないんですよね。7000、しかも凶作かよ。で名古屋は去っていく。どういうことだよ。6867しかないのか。ごめんよ。そう厳しいな。ただでさえ米名が不足してるっていうの。そしたら開墾させていくにしても開墾の優先度だよね。でいよいよ出兵だな。まあ、9000の兵で出兵するか。まあ、ここねもっともっと全然兵力出せますけど、確実に勝てる兵力を出せばそれで十分なんで、まずは郡上八幡。1年に1個しか城が落とせないっていうね、そういう疑念が出てきてますからね、ここに来て。取り囲め。で斎藤との合戦ですが、まあ、ここは確実に大勝しておきたいな。郡上八幡でしょ。郡上八幡だと攻められる場所がちょっと少ないんで、敵の視界外からの攻撃を行う強襲隊を用意か。あとおとり全軍突撃。ぜひぜひわしにお任せよ。この戦お任せを。ぜひぜひわしにお任せよ。じゃあここは進出鬼没にする。秀吉の提案通りに動いてみましょうか。でここにいるのが敵の本体だね。ここはね無難にというか、とりあえず全体前進させましょう。ゲチよ始めるぞ。ゲチよ覚悟せよ。ゲチよみんな気合を入れろよ。我が命に従え。ゲチよお覚悟願おう。俺に続け。この郡上八幡の陣形はねもう一回見てますからね。さっき郡上八幡を攻めた時に場所が知れましたな。
て。で、敵の場所が分かったんで、敵の場所に覚悟しておけ。ガンガン殴り込みをかけていきましょう。覚悟しろ。参るぞ。行け。ゲチを覚悟せよ。我が命に従え。我が良いも望むは貴様か。敵の居場所が知れましたな。よかった。やりたい。前へ。策がございます。突き崩せ。この策で叩き潰す。邪魔するなら容赦しねえぜ。ご命令ください。始めるぞ。参るぞ。始めよ。ゲチを始めよ。ご命令を。みんな気合を入れろよ。敵のね、本陣を潰せば終わりですからね、このゲームは。やりたい。前へ。放て。この策で参りましょう。ご命令を。ご命令を。覚悟は良いか。さて、見つぶしてやるぜ。ゲチを覚悟しろ。ネーム覚悟せよ。参るぞ。行け。あとは義辰の本陣を潰せれば。よく狙え。矢を放て。この攻めかわしてみせよ。問題はね、味方の損害をいかに少なくして勝利するかですからね。今は引くぞ。やりたい。前。よし、撤退させた。これであとは郡上八幡の城攻めですね。ここは力攻めで短期決戦に持ち込みましょう。なんといっても兵糧をできるだけ節約したいので。とじけなし。報告いたします。これより表情を行う。よし、表情だね。再興させる。秀吉やるな。申してみよ。長日でもいいし、みんな今回いい提案してくれるね。そうすると軍事があと欲しいんで、庭長秀にする。庭長秀にしよう。気に入った。で、成政から施策強化2が提案されてますね。よし、みんななかなかいい提案してくれるけど、精鋭農兵には軍事が足りない。なるほど。じゃあここは施策強化を入れておいて、ターンとしては一旦進めちゃいましょうか。これも入れていいね。米がないと困るんでね、本当に。まあ、こんなところかな。よし、これでじゃあ進めていきましょう。我が野望、何人たりとも止められぬ。すまねえな。これで今度こそ相手の方は兵を進めてこないと思うんで、このまま行軍する。行軍して大垣城を攻める。いや、一旦兵を返しましょう。今度こそ返しましょう。はい、というわけで郡上八幡まで攻略しました。美濃攻略その2ということで郡上八幡攻略戦をお届けしました。いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとね、この郡上八幡攻略の後すぐに兵を返したことによって無駄な
郡上八幡を2回攻めるっていう行為が発生してしまいましたけども、次回はいよいよ稲葉山城攻略に入っていきたいと思いますので、ぜひぜひ引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。